チームクレレコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレコです。今日のメンバーは真のジュナと須藤小雪です。ここからの30分間はチームクレレコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、ダイニングバーチェリッシュの情報などもお伝えします。この放送は毎週金曜日の午後6時から午後6時30分となっています。はい、ということで8月といえばね、はい、世の中の学生さんは多分夏休み中なんじゃないかなと。そうですね、ドンピシャで今そう思うんですけど、楽しんでる時期ですね。北海道の学生さんは多分7月後半からお盆明けぐらいまで夏休みなのかな、うん、そうですね、と思うんですけど、うんうん、自分は学生時代夏休み何か思い出ありますか？思い出、そうですね、で割と須藤はあまり外には出たくなかったタイプなんですけど、うんうんうん、小学生の時は友達みんなと約束して水着を持って、うん、あの近くのプールに行く、あるあるある、市民プールに行くっていうのがすごいなんか、うんうんうん、外に出たくない私がすごい楽しみにしてた唯一の唯一の、やっぱなんかいいんですよね、やっぱりなんか友達とかもいっぱいいるし、うん、なんかそこで宿題どこまでやったみたいな、うん、私は結構ギリギリまでやんなかったタイプなんですけどそうなんだそう、ね、でもなんかそうやってプール行ったりとか、なんかプール行ったわ、うん、もえ行きました、うん、なんか小学生の時に初めて友達とバス乗って、うん、そうなんか区民プールみたいな、うんうん、とこに行った。いや、いいですよね、うん、懐かしい懐かしい。今も行かないですよね。今も大人になってからプールはね行かないけど、ね、今のちっちゃい子たち行くのかな、やっぱプールとかね。じゃあどうなんでしょう、また変わってそうですよ ね今の過ごし方とかも、うん、でも宿題とかは真のはあんまりこう最初にやらないタイプ、うん、もう最後にかけて、最初ちょっとコツコツやるんだけど中間全くやらなくて後半にかけてめっちゃ頑張る。わかります、私計画を立てるのは大好きなんですよ、うん、この日までにここまで終わらすみたいな、うん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 、何ページまでやるって大好きなんですけど、うん、できはしない、できはしないその通りになったことはない、ね、ない。そう、でもなんか今思うと、うんうん、夏休みなのに8時とかに起きてなかった、子供の時って早かった。なんか今ってなんか職業的なものもあるかもしれないけど、まあ、なんかよっぽど朝早いお仕事じゃない限り8時に起きたりとかはないです、ね、多分うちらはしない、はい、なんかこう聞いてる人はびっくりしちゃうかもしれないですけど確かに普段こうそうそう、もうちょっとね、まあ、10時に起きたりとかそういうことが多いから、何も予定ないのに朝から起きてた学生時代って確かに元気だなと思うよね。体力あったんだなって思いますよね、うん、NHK とか見てたもんね朝のね見てた、うん、8時からとか見てたから借金してたな懐かしい懐かしいね、見てましたね。ラジオ聞いてるもし学生のみんながいたら夏休みいっぱい楽しんでほしいなと思います、はい、それでは早速メッセージが来ているので紹介していきます。はい、ラジオネーム K 村さんからです。クレレコの皆さんこんにちは。こんにちは。そして暑い中での東京遠征お帰りなさい、はい、今回遠征したメンバーは初めても含めてとても新鮮に感じました、うん、札幌の留守番舞台も頑張ってましたよ。8月はお誕生日のメンバーも多いようなので楽しみにしています、うんうん、それでは今月もよろしくお願いしますということで、はい、東京遠征から帰ってきたメンバーはって話だったんですけど、はい、私その前から遠征始まっていて。そうなんですよね、あのインドネシアにいやーすごーい遠征に行ってきて5日間インドネシアにいたんですけど、初海外ということで、海外自体も初めてだ。そう、パスポートも初めて取って、あ、このためにそう国際線も初めて乗ってどうでした？行ったんだけども何も分かんなすぎて言葉ももちろん通じないし、うん、確かに。そう、なんかホテルのねエントランスで一人でいるときに、うんうん、ホテルのフロントの方に英語で声かけられたんだけど、はい、分かんない、一切理解できなくてちょっとコミュニケーションが取れないみたいなそうですよね、そういうことが結構あったりとか、うんうん、そう、あとは大きなね桜祭りっていうインドネシアのお祭りに出させてもらったんだけど、はい、もう1000人以上の方が見てるので。でもインドネシアで桜祭りっていう名前のお祭りがあるのってすごいですよね。そう、なんかもう全部日本の文化、日本のアニメのものが売ってたりとか、うんうん、日本語の T シャツ着てる人がいたりとか、すごい、もう日本のポップカルチャーを、そうそう、なんかね、うん、夜遊びさん歌ってる人もいたし、すごい、そんなの最近じゃないですか、もう、うん、
もうめちゃめちゃ日本の文化がねインドネシアの人に愛されてるんだなと思って、嬉しいですね。すごく嬉しかった。そこで歌ってライブしてってことですね。はい、ライブもしてみんなねジュナさんジュナさんって言ってくれるんだよね。でもなんかあの X の方でこう現地の方が上げてるチェキのツイートが流れてきたりして、ジュナさんまた来てねって日本語でみんな翻訳して打ってくれるから、すごいと思って、すごいね温かいなって思うんです。温かいですね。はい、ということでこの番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先の紹介を声にお願いします。はい、メールはリクエスト@山.co.jp、 ファックスは 011-640-3331 です。この放送は収録での放送ですので、メールやファックスは約1週間後の放送でご紹介する形になります。よろしくお願いします。それではここから30分、チームクレレコの行ってみることにどうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ラジオの皆さん、私たちはコトニのご当地アイドルチームクレレコです。交通安全運動やお祭りなどコトニの街づくりにも参加しています。コトニ一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。食べてみることに。本日のこのコーナーは食べてみることにということで、本日は持ちどころ19大福堂さんの夏にぴったりスイーツをご紹介します。イエーイ。はい、本日ご紹介だけではなくその場で生食レポもするということで、はい、うんうん、暑い夏にぴったりなスイーツを本日は2つご用意しました。はい、ということで早速ねご紹介していくんですけど、はい、まずは私須藤の目の前にありますこちらはくず餅バーという、くず餅バー、はい、なかなか聞きなじみないと思うんですけど、うん、くず餅はご存知ですよね。うん、まあ聞いたことあるかなって感じですかね。はい、そのくず餅がなんとなんて言うんですかね、アイスアイスみたいな、ソフトキャンディーみたいなね、うんうんうん、アイスキャンディーみたいなバーになっております、うんうんうん、こちらフルーツいろんな種類がありまして、私が今手元にあるのはみかんなんですけど、その他にも桃、あと小豆、いちご、ぶどう、さまざまな、ね、種類があって、うんうん、全部気になったね。そうなんですよ、悩んで私はみかんをね選んだんですけど、はい、もう手に取った瞬間からプルンプルンで、え、だってお餅なんだよね。そうなんですよ、くず餅だけどアイスなんだよね。そうなんです、すごく冷たくてですね、うん、プルンプルンなんですけど、ちょっと早速はい食べてみてください。いただきたいと思います。いただきます。あ、おいしい、冷たそう、うん、どっちなんだろう、アイスなのかお餅なのかな。うん、うんうん、おいしい、うん、今日ちょうどねお外もめちゃめちゃ暑かったので、そうなんですよ、食レポと称して涼んでる可能性はあるよね。そうですね。あ、すごい、もう一気に冷たさ、もう夏が広がるんですけど、すごいなんか餅、うんうん、くず餅だったんですけど、うんうん、こう噛んだ食感としてはこうお餅というよりは結構シャーベット系の、へー、アイスに近いんですか。そうです、そっちによってでもこう弾力、餅の弾力も、うんうん、プルプルとした弾力があって、うん、あとなんかフルーツの味が結構全面的に、へ、果汁が結構すごく、あ、でもいいねそれは、うん、きますね。これアイスより結構食べやすいかもしれないです。うんうんうん、こうアイスって結構量食べると頭キーンってなったりね、キーンってなったりとかすると思うんですけど、そういう感じが一切なく、うんうん、あと手軽なんですよね、手のひらサイズ、うんうん、よりちょっと小さめ、うんうん、で結構食べやすくて、ちょっとお腹空いたなみたいな時ね。そうです、しかもこれあれなんでしょ、当たりが、え、そうなんですよ、出るかもしれないっていう、はい、ちょっと気になるのでちょっと食べてみて。はい、なんか棒に当たりって出たらお好きなくず餅バーと交換ができる、うん、ということをお店に書いてあったので、当たりが出た場合はどうかな、コイリンは当たりが出るのか、お願い出てほしい、お願い出てほしい、そろそろ見えそうですかね。当たっではない、7、1本目から当たったらちょっとね、うん、さすがにね、
でも美味しそう。すごいなんかみかんですすごく。果汁を感じる感じですね。うん、なんか聞こえなかったけど。はい、ということでコイリンがくず餅バーを紹介していただきました。はい、結構ね大福堂さんの前通るといっぱいその商品のなんていうの。ポップみたいのがあるから、うん、上りとかすごい。そう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 、季節によっても全然違ったりするので最初から気になるんだよね。もう入る前から気になってて、今回このくず餅バーがこうお店の外にも、うんうん、こうご紹介する文章っていうか、うんうんうん、出ててちょっと気になってたので、はい、はい、まずこちらが一つ目くず餅バー。そしてもう一つ、これはねジュナちゃんにちょっと食レポしていただきたいんですけど、はい、もう一つがいちごクリーム大福。はい、こちらはですね北海道産のお餅と粒あんを使用した甘酸っぱいドライいちご入りの大福ということで、こちらもあの大福なんですけど冷凍になっているので、はい、こう自然解凍で食べれたりとか、うんうん、あとはあの冷蔵庫で自然解凍して食べれたりとか、はい、私たちは今買ってきて、持ってくるまでに結構お外での、ね、熱で全開凍できたので、うんうん、外暑いのでね、今日、はい、このままいっちゃおうかな。おー、ということでいちごクリーム大福いただきます。はい、すごいなんかなかなか大福を冷えた状態で食べるってないですよね。なるほどね。うん、どんな感じになってるの、層になってる感じなんですかね。うん、なんか外側が結構厚めのいちごの生地、はい、お餅の生地、はい、大福の生地って含まれてるんですけど、うんうん、中に粒あんとあとクリーム、生クリームが入ってるんです。すごいよ、和と洋の、うん、コラボ、うんうん、さらにドライいちごも入ってるので、わ贅沢、うん、ただあの生クリームとあんこって合わせると結構甘いじゃない、うん、そうですね。で外側の生地が結構さっぱりしてるから一緒に食べたら、うんうん、そんなに甘いの苦手な人でも、うん、多分大丈夫ってくらいのバランスがしっかり、うん、すっごいいいバランスで作られてるし、うん、すごい。生地もいちごなんですかね。そう、生地にもね赤いいちごのプチプチが入ってるので。そうですね、ピンクですもんね見た目も。そう、可愛くていちごの風味がちゃんと入ってます。しかもすごいね冷たいから、うん、なんかこう体温で温めながら食べたい。ちょっとずつ溶かして食べるといいかも。あのお高いアイス食べるときみたいな。そうそうそう、ちょっと放置してから食べるみたいな、うん、体温で溶かして食べる。そうそう、ちょっとずつ柔らかくして食べると長く楽しめる気がする、うんうん、確かに食べながらも食感とかも結構変わってくると思う、うんうん、温まってくると食べれそうですよね、うん、これはいいね。大福を冷やす、でも冷やして固くならないのが確かにそうなんですよ、うん、私もくず餅食べた時に、うん、お餅とかって結構冷やしたら結構硬くなっちゃうイメージがあったんですよね、うん、だから硬くない。そうなんですよね、冷やすために作られてるのかもしれないよね。あーすごい、夏にぴったりということで、うん、はい、他にもねたくさん夏コーナーがありまして、冷凍コーナーがね、で他にもたくさんありましたよね。はい、ショコラ大福っていう、うんうん、あの生チョコとクリームが入ってるトリュフチョコレートのようなトリュフチョコレートのような口当たりの大福、うん、おー滑らかな感じ、濃厚な感じの あったりですね、はい、あとはまるっこいっていう商品がありまして、うんうん、北海道のお米に生乳豆類にビート多彩な野菜や果実たちを丸いお団子にしました。あーすごい、お土産とかに良さそうですね、うん、北海道のお米、なんか北海道の実りをお菓子にしましたってことで、へー素敵ー、すごいいろんな味があるんだ。うん、かぼちゃあん、枝豆あん、ハスカップあん、きなこあん、とうきびあん、じゃがバターあん、え、すごい、じゃがバターあん、ちょっと気になりますね、めちゃめちゃ北海道、うん、美味しそう、美味しそう。あとは私たちがもうあの食レポとかじゃなくて普通に食べたいから買ってきたのはチョコわらびっていう生チョコ入りのチョコわらびが売っていて、これはもう間違いないですよね。そうなんです、プルンプルンのわらび餅にスイートな生チョコ入り、ほろ苦いココアが引き立ちますということで、うん、それはちょっと大きい、ちょっと大きめのね、うんうん、そうシェアできる感じだね、いくつか入ってるって感じで、これはもう普通に今日食べようかなっていうことで買ってきたものです。はい、いやいいですね、なんか和菓子を夏にも楽しめるって、うん、なかなか、なんかかき氷とかは結構イメージあったんですけど、うんうんうん、あんみつとか、うんうん、お餅を夏も楽しめるって確かに、そう初めてだったので、ね、大福堂さんのこの夏のメニューもねどんどん皆さんにもぜひぜひ食べていただきたいなと思います。はい、ということで本日は食べてみることにということで、餅どころ19大福堂さんのくず餅バーと
いちごクリーム大福、はい、お食ご紹介しました。ぜひ皆さんもご賞味ください。ということでここで一曲お送りします。聞いてください、チームクレレッコでストロベリーチョコレート。参りました。チームクレレコの行ってみることに、そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報とダイニングバーチェリッシュからのお知らせです。はい、私たちチームクレレコは毎週木曜日19時30分からことに1条5丁目にある専用劇場札幌リンクスホールで定期公演を行っております。ぜひお越しください。はい、そしてダイニングバーチェリッシュは日曜日月曜日が定休日となっております。それ以外の火曜日から土曜日は20時から営業しておりますので、皆さんぜひお気軽に遊びに来てください。そしてこの番組は YouTube でも同時に配信されています。はい、今日のこの放送は放送と同じ時間にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップされています。 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。
はい、ではここでメッセージが来ているので紹介していきます。はい、ラジオネームひろやすさんからです。さくらちゃんの X での投稿を初めてメールします。ありがとうございます。私はコトニのとある会社に勤務しており、地元のアイドルである皆さんを社員一同でこっそり応援してます社員一同で皆さんで応援してありがとうございます。すごい、ありがとうございます。リンクスハーリやお祭りにも何度か足を運んだのですが、タイミングが合わずさくらちゃんにはまだ会えてませんので、ご挨拶できることを楽しみにしております。メンバーの皆さんに質問です。はい、私たちの会社は去年5月にコトニに移転してきたのですが、コトニ歴はまだまだ浅いです。そこでコトニの先輩である皆様方にコトニのおすすめの スポットといいところを教えてほしいです。どうぞよろしくお願いします。はい、すごいね。嬉しいですね。皆さんで こっそり応援してくれてる。皆さんでこっそり応援してる、まあ、全然堂々と応援してもらっても構わないんですけど、お祭りとかにリンクスホールにもね来ていただいてるということで。あ、そうなんだ。ありがとうございます。コトニ歴は私たちがちょっと先輩ということで。そうですね。いいところ、いいところなんてもうたくさんあるけどね。いや、そう、なんか私はコトニに来て4年目活動して4年目なんですけど、うんうん、本当にコトニっていう街を本当になんかこんなに好きになると思ってなくてね。え、なんかあんまりさ、その自分の地元以外の場所にそんなに愛着湧くことってまあまあまあないよね。まあまあまあないんですけど、それこそなんかあのお祭りとか、うんうん、で会う皆さん、コトニの町の皆さんってすごい温かくて、うん、それこそなんかすれ違ってもなんか、あ、クレレッコちゃんだよねって言ってくれるくださったりとか、それこそあのクリーン大作戦って言って、私たち毎週ゴミ拾い、うんうん、コトニをきれいにする活動してるんですけど、その時にも、うん、頑張ってるねとか言ってくれるよね、ありがとうとか、なんかそういうすごいコミュニケーションをすごく、うん、なんか撮ってくださる方が多くて。確かに、なんかいつも行くお店とか食べ物屋さんとかだと結構覚えてくれたりとかもするし、そういうのもなんかあったかいなってね。あったかいですよね。思うし、あとはやっぱ食べ物屋さんが多い。確かに、居酒屋さん、ラーメン屋さん、ケーキ屋さんとか、うんうん、あげたらきりないですね。なんかさ、そのケーキ屋さんがさ、一つの町にいくつもあるってあんまなんかさ、はい、ないあんまないじゃん。ないですね。ことに周辺にケーキ屋さんめっちゃ多くないと思って。確かに、だって駅の周辺だけでもありますもんね、うん、そう、あともう居酒屋さんとかね、夜ご飯食べれるようなところは数え切れないぐらいあるから、うんうん、確かに夜も栄えてますからね、ことにって、うん、そうそう、いくらでも選択肢があると思うし、行くね、うん、どこ行こうってなって確かに迷えますよね。ね、海鮮食べようって言ったってさ、確かに海鮮一つでもね、じゃあどこにするってできるっていうのがね、うんうん、強みですよね、うん、すごいいいなと思うので、ぜひなんかどんどん開拓してってほしいですよね。ね、社員さんと一緒にあのご飯行ったりとか、ね、素敵素敵ね、なんかみんなであのことに探検してもっともっと開拓してみてほしい。 いいですね。逆になんか教えてほしいですもんね。教えてね、なんか見つけたことあったらメールで教えてくれたら、うん、嬉しいなと思います。ぜひぜひことに行ってみることにしてみてください。はいということで、今日の放送はもうひんやりするスイーツのね、紹介をしたんですけども、美味しかったねえ。やっぱり夏はアイス食べたいよね。いや、アイスが欲しくなりますもん、うん、なんか夏って結構食欲なくなるじゃないですか、うん、結構夏バテまではいかないけど結構食欲なくなるタイプなんですけど、うんうんうん、アイスとかこういった手軽に大福とか、うんうん、手軽に食べれるひんやりってすごくいいなって思いました今日。確かに夏ってなんかアイスか冷やし中華しか食べたくないみたいな時ある。わかります。麺類と摂取しやすいものを取りたいですよね。なんかもう去年の夏とか、うん、そうめんとアイスしか食べてなかったもんね、もうなんか熱くすぎて。でも確かに、なんか食べることさえもちょっとね、めんどくさいみたいになる時が結構あるけど、まあくず餅バーなら食べれる。食べれますね。食べれる。朝から食べれる。朝からいけますか。朝からいけますね。私も結構朝ごはんアイスなんですけど、最近は、朝からアイス、うん、なんかそもそもあんまり朝ごはん食べたいなって思えないタイプだけど、まあ、朝は夏だし食べないと体力が出ないみたいな。確かに、そう、結構あるけど熱中症とかもありますからね。そうそう、なんか食べれるもの食べとこうみたいな感じだけど、うんうん、朝は結構もう起きて、うん、アイス食べてもう一回寝て、うん、起きてみたいな、あ、一回冷やしてもう一回寝る、一回冷やしてもう一回起きるみたいなのがね、うんうん、結構好きなので、うん、みんなもこう冷蔵庫にくず餅バーいろんな種類あったから忍ばせて、ね、ね、うんうん、朝の気持ちで選んだりとか、で今日は桃にしようかな、うん、家族がねいっぱいいる人とかはね、確かにいいかもしれないです ね争奪戦になるかもしれないけど、いろんな味があるから、ね、すぐなくなっちゃう、ね、みんなで当たりとかもあるからね、確かに楽しみもありますから ねいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、それではそろそろお相手です。
ではそれではそろそろお別れです。お相手ですは嘘だねお別れですね。お別れです、はい、ここまでのお相手は新野千奈と須藤小雪でした。最後に1曲聴きながらお別れです。チームクレレッコでクリスタルレインボー。頑張るよ、その日まで。
の皆さん、私たちはコトニのご当地アイドルチームクレレコです。交通安全運動やお祭りなどコトニの街づくりにも参加しています。コトニ一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。